お借りします。すごい白爪草がいっぱい咲いてる。神社巡りとかよくしますか？あーなんかそう、決まったところに行くぐらいで、なんかそういう土地を訪れたら行こうみたいな感じだけど、神社巡りを目的にっていう風な感じで出かけたことはないかも。でもここはずっと来てみたかったので嬉しいです。早くもう絶対私はいざとなった時にそのノートを忘れるタイプだと思ってやってない。確かに持ち歩かないといけないかも、ね、そうそうそう。でも今すごいいろんなとこで可愛い御朱印帳出てますよね。これはどこだ、こっち行ってみよっか。あ、ダンゴムシいるから踏まないでね。人の名前みたい、まさき。アメンボいっぱいいる。ウサギがいっぱいいる。なんで？この子が一番最初に目に入りました。かわいい。なんでウサギさんがこんなにいるの？待って、このウサギハートがある。ほんとだ。なんで？どうしたの？どうしたの？かわいい、かわいい。こんにちは。何なんだろうね。卒業生一同って書いてある。同じポーズして、ここで。あ、もうちょっと離れて。もうちょっと向こう。あ、いいですね、いいですね。ちょっとカメラ目線ください。ありがとうございます。あ、じゃあちょっとウサギと同じように向こう。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗に咲いてる。この前アジサイの花をお花屋さんで一枝っていうのかな、白いアジサイを買ったんですよ。で切ったお花だから一枝だからだいたい1週間ぐらいじゃないですか、持って3週間ぐらい持って。そう、結構まめに水やり。あ、なんか切った時に中に茎の中心に白い綿みたいなのがあるから、その部分を少し削いでと取ってあげてください。そうすると水が勢いよく吸い上げるからって言われて、切るたびそうしたんですけど、それでだったのかな。でもその割にはとっても長持ちしてくれた。一輪どのくらいの花がついてるの？どれぐらいだろう、数えてないからわかんないけど、でもこのぐらいあるからね。だから1,2,3,4,5,6,0ぐらいがバッて集まってるのかな。お花が家にあるとなんかだいぶ雰囲気。あ、違いますね。ただうちは猫ちゃんがいるので、あの猫がいるリビングには置かず、あの玄関に置くようにしてます。あ、なんか開けてきた。あれ、神社ってさ、向かいましょう。このカメラは何のカメラですか？ヤシカラピードっていうフィルムカメラで、60年ちょっと前に作られたやつなんですよ。ハーフカメラって言って1枚の大きさで2枚撮れるんですよ。そうだからいろんな面白い写真が撮れるんですけど、古いカメラっていうのと、まあフィルムカメラなんで、こう天気のいい時じゃないとちょっと撮るのが難しい。現像するタイプですか？あ、そうですそうです。でも今は便利だから、現像した時に昔みたいに写真にしてくれるものもあれば、データにもできるので、今なんかフィルムカメラ流行ってるから、みんなデータ化して友達とシェアしたりしてるんじゃないですかね。可愛いですね、これ。そう、なんかこうやって撮るから縦型なんですか？そう、こうでもいけるんですけど、これで撮ると横に撮れるから、ちょっと変わってる。でもこれ今あんまりなかなかなくて、壊れちゃってるやつとかだったら飾るだけみたいな感じで売ってるんですけど、どこもこれは壊れてないので。新しいですか？結構前から。あ、買ってってこと？はい、ゲットして1年は経っ…あ、だっ…あ、でも経ってないかな、経ったかなぐらい。まだそんなに、うちに来てそんな経ってない。でもとっても重いです。あ、そうなんですね。
充電式ですか？うん、うん、電池も別に入ってない。普通フィルムってこうじっちって巻くんですけど、ここカシャンって引っ張るので、フィルムを交換する感じなんですか？そうそうそう、こうやって引くと巻けて、まあ、この音も好きなんですけど、いいですね、うんうん、すごい晴れた晴れた。村上さんすごっ。あ、村上さん走った。目立ちますね。それ村上さんの人はすごい、後ろの人たちがなんであの人は見てた。あれもウサギ、うん、馬、へえ、トンボがいる。秋のイメージあるけど関係ないんだね。いつもの感じいいのかな。皆さんもお参りするそうです。あ、じゃあ私が持ってみましょう。スタッフもお参りするそうです。初めてアフレコしております。皆さんは出雲大社来たことありますか？金額の相談がここまで聞こえてきております。あ、始まりますね。じゃあここはらちゃんも一緒に。参りが終わったようです。初めてアフレコしてみました。 ありがとうございます。一緒にお参りしてみました。使われるか分かりません。イエーイ。あるでしょ。あ、書いてあります。ん、おみくじ、これですか？あ、緑玉ちょうだい。はい、あと長寿守りを1つ、早期健全守りを2つ、青と、緑で、あと縁結びの赤を、4つ、はい、赤を4つ、あと幸せ結びの章を1つお願いします。そんなにみんな幸せを欲してるんですね。近々会う方が、お仕事でお会いする方と家族と。素晴らしい。これ全部自分じゃないですからね。あ、聞いた。あ、これか。念じてるんですか。かわいい。あ、でもなんかなんだろう、大吉とか凶とかそういうやつじゃない。あ、皆さんのもぜひ広げてください。みんなも広げて。はい。誰が誰でしょうっていう。先祖に祈りを込め。まあ、すごいよ。ゲットしてからずっと幸せの鈴ずっと鳴ってるから。本当だ。買いました。玄関の扉につけて。家を出るたびに鳴らすように。じゃあ猫ちゃんのおもちゃのやつ。絶対ダメなやつだよね。よし。あ、こういうことなんだ。かなり。あ、すごい。かなり難しいですね。何かいる。雲がいる。何？こんにちは。え、すまないぞ。みんなどうしてる？こっちからな、あれかな。あ、そっちじゃないんだよな。場所を変えるか。あ、みんな探してくれた。みんな、え？お隣に。奥行っちゃうんだよな。え、どうやってみんなこう帰ってこさせてるの？下とかはどう？
人は嫌なんです。なるほど、人は嫌なんです。ああ、絶対いけます。はい、いけた。うん、よしよいしょ。ね、初めてですよ、こんな結ぶのに苦戦したの。ぜひ皆さんもいらした時はここで結んでみてください。そう簡単には幸せにはなれないということです。あ、でも無言のアピール。何を伝えたいんでしょう。みんなの夢が叶いますように。パンツは覗かないでね。すごいね。一応縁結びの絵馬ですよ。これ、うん、関係ないよ。6月22はい、小原の部屋を楽しんでくれているすべての皆さんが、あ、ちゃんと具体的に書きました。小原ちゃんの組み幸せになりますように。かけてきます。みんないい願いだから上にかけるのが申し訳ないな。じゃあかけます。はい、できました。はい、ココハラちゃんお借りしていいですか。これ、うん、いただきます。あれ、これ出雲大社って参拝方法違うんだよね。二礼拍、一拍手、あ、いや、二礼二拍手じゃないんだよね、出雲大社って。あ、そうなんだ。なんだっけ、二拍、あ、なんかさっきそういえば書いてあったわ。四、正しい方法で二礼四拍手一礼四拍手でやす。再びお参りします。お札でもいいと思いますけど、あの、全部音入ってますよ。生々しい会話はやめなさい。やめなさい。でもあれ1000円な。私はこちらから失礼しますね。あ、やめて長島さん。やめて。まだ伏せてるんだからって言いながら、私押さえてるところ託し上げてしまう。危ない。ちょっとココハラちゃん、冬のココハラちゃんだから気候的に今日は暑そう。確かに。じゃあ投げますか。やめなさい。写真を。ほら、これ全部投げるんですか。555円でございます。あ、なるほど、いってらっしゃい。私もお願い事をしようと思います。じゃあ村上さんのタイミングでしようね。はい、到着しました。はい、ここですか。島根県の出雲大社にやってきました。寝台列車に乗って、寝台列車か、乗って来ることができました。来てみていかがですか。すごく広くて、今日雨予報だったんですけど、こんなに晴れて、しかもそう風もすごいので、
いい風も吹いて、なんかたくさんいい気をいただけているんじゃないかなと思います。そして絵馬も収めたので、皆さんに素敵なことが起こりますように、皆さん幸せになれますようにっていうお願い事をしてきました。守りも買いましたね。買いましたね。私も楽しんでいますが、私の後ろではスタッフさんがはしゃいでおります。ありがとうございます。冷たいです。皆さんもぜひ。拭いたらメイク落ちちゃう気がするから、ね、よかった、またいい仕事しちゃいました。大きいから収まらない。5人です。あ、え、あ、そうか、エアトレインすればいい、うん、じゃあ出揃ったらね、エアトレインさん、はーい、来ましたよ。村上さんの分全然いいです、食べてください。はい、いただきます。ありがとうございます。おー、すごい、これかっこいい。何ですか、これ。何、あ、そうめんで、あ、そうめん、下の部分が海苔になって巻いてあります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、出揃ったのでいただきましょう。はい、いただきます。まだ私が食べなきゃ源田さん食べてくれないけど。いただきます。村上さんちょっと映ってます。2段、あ、大丈夫です。これ天つゆっておっしゃってた、これはそば湯、そば湯だと思います。かけるの、かけるって言ってます。あ、うん、あった。控えましたね。控えましたね。暑かったので美味しいです。全部の音を拾った。昨日の夜怒られたばっかなんですよ、南さん。なんで源田さんが喋るときに源田さんにマイクつけないと編集が一個一個源田さんの声が。じゃあ源田さんの分用意しないと。忘れちゃいましたって。正直素直に早速忘れちゃった。